い、どうもちさんです。ファイナルファンタジー10-2続きやっていきましょう。さて、みんなとは話したんだっけな。みんなと話したな、多分話したよ。あ、そうだ、キーリカで変な人を乗せたっていう話だ。そうだ、それを見に行くっていう話だったね。二重苦かな、多分乗せたとしたら。誰だろう、青年同盟の人とか乗せたのかな。お、あれ、これ天の時も出てたな。どっかの寺院でなんかこう、なんか楽器弾いてたね。こうやって掃除道具をもらったさ。はあ、でっかいなこの子。空飛ぶ船とは便利なものだ。何たる速さで飛ぶのだろうか。キーリカの港で兄貴さんに乗っけてもらっただなや。感謝の音楽奏でるっぺさ。お、バンド頼む。音楽だったら任せるだよ。何でもお手のものだっぺさ。オラたちを出口まで運ぶっぺさ。ならよろしくだなや。どういうこと？あ、そうか、ここ、あ、中入ろうと思ったら一回最初入っとかないといけないのか。ユナさん、いらっしゃい。マスターいいな。おやすみね。完全にこう飛び出せると思ったんだけど、そういうわけでもないらしい。さあ、あれ、モスト？いらっしゃ。モスト位置変わってる。そういうことあるんだ。物は増えてないの。ありがとうさん。はい。さあ、じゃあ連れて行こうか。この人にバンドしてもらって、で、だなや。運ぶとは、あ、こういうこと。大変、とっても大変だな。よいしょよいしょよいしょ。はい、力ずくなんだね。壁際に追い詰めちまえば簡単だ。ほら、めっちゃ簡単。いけー。はいよ。だんだん準備ができたってさ。今宵舞い踊るがよい。では宴の始まり始まりだよ。おー、すごい、ちゃんと上でするんだ。いいね、なんか星空のステージだね。シンラが喜んでる、意外。ララ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 、ララ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 ラ
まだ気にしてたんだやっぱり。なんかムカつく。レンって誰だっつーのもう寝ます。もう寝ます。おやすみ。あー昔の。どこの場面だろう。あれか、ベベルから逃げるときとかかな。でもこんなシーンなかったよな。でもこれなんかスフィアに映ってたやつだね。これはいろいろ混合してる夢見てるな。何？何が？変な夢かな。夢は夢さ。そんなの着て寝たせいだよ。あ、そんなのっていう認識はあるんだ。戻ったね。ま、この服もこの服ですけど、混合してたないろいろ。スフィアで見た映像とポンポコポンポコ、なんだかぐるぐるするっぺや船酔いしたっぽいだなや。あーね、そなたの舞はさながら夢か。我らも存分に楽しんだ。いい朝だね。僕らも楽しかったよ。かわいいこの子。この子かわいいね。ぎっしりっぽいけど。ネズミかな。まあ、看板でしょ。看板じゃねえよ。ここじゃねえよ。ブリッジだわ、行くでしょ。さあ次のお宝センサーは。どうしたの？返すって決めたはいいけど、どっちにするか迷っててな。青年同盟と新英本と、どっちもどっちだし。確かに。どっちがいいと思う？リーダー命令に従うっす。よし。よし、ユーナが決めてくれ。リーダー命令だ。あ、ずるい。どっちがいいんだろう。でも新、いやでもな、どっちがいいと思う？適当に決めちゃっていいんじゃない？どっちの組織も大して変わんないよ。まあまあ、返した相手には感謝されるだろうが、もう一方には恨まれるだろうね。すーごい働いてる。カモメ団の名前がかかってるから、返しに行くときは全員上陸だ。あ、そうなの。シンロくん、いや見なくていい。僕昨日の夜から何回も見てるし。そんなに見てんの？
どうしよう。決まったか。でもエボンはこのスフィアを見たか見てないかにしろずっと隠してたわけでしょ。ってことは平等に青年同盟に渡して見せた方がいいんじゃないかな。新エボン島は名前からしてなんか嫌な感じなんだよね。確かに青年同盟は危なっかしい。ほとんど暴走しかけてる。でもまあさあ、暴走収まらないかな。これ見て余計暴走してるか。あ、なんか2つ出てきたな。あ、なるほどね。レベルだと新エボン島で、キノコ岩、このキノコ岩街道だったら青年同盟か。結成して間もない青年同盟は荒くれ者の集団だ。暴走すれば止められないぞ。それでも信頼できるか。と、星葉揃いの新エボン島は名前からして嫌な感じだ。それでも信頼するのか。まあ、個人的に私はもうエボンは信じてないので青年同盟に託しましょう。よーし、決まった。それで行こう。はい、カモメ団出発だ。おあ、なんかいたな、あんなやつ。なんか忘れてたわ。あれ？盛り上がってるね。あ、違うか。あの左の人、チョコボ隊の人かと思った。大召喚士様だから。スフィアをかせらった相手をこんなに歓迎するか、普通。よやみをそむち死ぬわ。ご不ごっそみるもわ。兄貴が母国語出ちゃってる。はいはいはい、もうめた。はいはいはい、もうめた。あなたたちが探していたスフィア、お渡しします。これでもうキーリカで戦う意味はなくなりましたよね。ありがたい申し出だが。いきなりだな。名前ぐらい名乗ったらどうだ。大将、私たちカモメ団。なるほど、スフィアハンターか。ではスフィアはありがたく受け取っておく。カモメ団の諸君に同盟を代表して礼を言おう。なんか嫌な感じ。諸君、カモメ団に観光。ここのセンスどうなってんの、あなた。カモメ団、カモメ団、カンコってそういう感じ。コールなの。リュックも一緒になっちゃってるし。あんまりなんか嬉しくないけど。それで見たのか。へ、こいつの中身だ。いや、それは、まあ仕事下手くそ。あ、じゃあ忘れろ。できません、そんなこと。ユウナ、下手に出る必要はない。忠告なんだが、あれは、あの大いなる存在はベグナガンと呼ばれている。すごい名前。圧倒的な破壊をもたらす、決して触れてはならない力だ。アルテマウェポンみたいな感じ。しかし、エボンの連中はあれを利用しようとしている。俺たち青年同盟はどんな手を使っても食い止めるつもりだが。中身知ってるんだ、青年同盟。あんたたちは忘れた方が身のためだな。あの、一緒に写っていた男の人は。そこまではわからんな。そっか。おい、飛空艇からの緊急信号だ。カムダン、すぐに戻るぞ。何、飛空艇から空にいるのに何が緊急なんだ。侵入者だよ。侵入者？なんか取られた？調べ中。見事にかっぱらわれたし。何を？
ダナルカンド遺跡で見つけた壊れたスフィアだね。お、代わりにこんなもの残していきやがった。何それ。あ、ざまあみなかもめ団、このルブラン様と張り合おうなんて千年早いよ。お、舐められたもんだ。ムカつき。その言い方やめなよ。リュックの真似だよ。え、そうだよね。めっちゃリュックに感化されてるもんね。取り返すに決まってるでしょ。舐められちゃ終わりよ。ベグナガンの方は深く関わると召喚師だった頃に戻っちゃう気がして。私たちは何、スフィアハンターカモメ団よ。でもいいの？だってまた戦争起こっちゃうかも。そうだ、取られたら取り返す、それがスフィアハンターの掟。ルブラン一味のアジトに行くぞ。堂々と突撃だ。堂々と迎撃されるし、確かに変装して忍び込むとか。それだ、さすがユーナ。そんじゃあちこち飛び回ってルブラン一味を見つけて奴らの戦闘服を奪う。三人分だな。戦闘服ってあのクソダッサい赤いなんかよくわかんないやつ。ルブランアジト潜入準備。カモメ団の秘蔵スフィアを奪ったルブラン一味からスフィアを奪還せよ。アジト潜入のため一味を発見次第戦闘服を引き抜くのだ。女子戦闘服3人分ゲット。動力室か。あれ、あ、なんかいろいろあった。道が分からんが、こっちから。どこに、行けばよろしいので。スフィアハントじゃなくてルブラン一味ハントだね。まあそうなるね。僕いろいろ。あ、これ教えてシーンだったんだ。服を盗むとはな、ぬるいミッションだ。ぬるいか。戦闘服の情報が入ってこないな。入ってこないのか。グアドサラムで出てるね。グアドサラムか。なんかあんまいい思い出ないな。シーモアのとこだからな。まあまあ、いやでもグアドサラム行きましょうか。今入れてないもんね。そうだね、じゃあグアドサラム。うわ待って、ハードだよ、バリハードだよ。ちょっと待ってね、他行くとこないかな。おキマリ出てきた。ちょ、行く。もうすぐ行くでしょ、それキマリが呼んでるんだったら行く。キマリー。ちょっと待って、セーブさせて。お願いセーブ。音楽変わったなぁ。決まり、なんかこんな細かったっけ。決まり、すまない。どうしたの突然。ユーナのためにスフィアを探した。ほう。だが見つけられなかった。ほう。決まりは情けない。そんなことないよ。大丈夫だよ決まり、手伝ってくれるのは嬉しいけど、私の問題は私が解決しなきゃ。決まりは山中を探し歩いた。まだ探していない場所は一つ。本山の奥にそびえる祈り子の断崖。ほう。ロンゾは誰も近寄らない神聖な土地。そんなとこ近づいていいの。手つかずのスフィアがあるかもな。召喚師は本山を登らない。だがスフィアハンターが来る。神聖な土地が汚されないか決まりは心配だ。
ねえ、ルブラン一味かもよ。調べてみようか。そうだね。いいかな。ユーナたちなら、キマリは何も心配しない。キマリ族長になったんだ。ロンゾの若者たちはグアドへの復讐を諦めない。あ、キマリは戦を防ぎたい。しかし知恵が足りない。でも戦を防ぎたいんだよね。じゃあ戦うのはよろしくないよね。シーモアがあれだよね、そのキマリのさ、兄とか兄軍とかであるヴィランとかを多分殺したんだよね。だからそれでまだロンゾはグアド族を憎んでるんだろうな。でも自分で考えなきゃね。キマリもそう思っている、うん、長老が誰かに頼ったらそのものは長老にふさわしくない。うわー、キマリ、そこまで思い詰めなくても大丈夫だよ。まあそうだよ、みんなと一緒に考えたらいい。すまない、キマリの肩は少し軽くなった。よかった。いやー、キマリ立派な男になったね。この人誰？長老の方には重い悩みがのしかかっているようだ。キマリ助けてあげて。見守ることしかできなくて悔しく思っている。いいんだよ、そんなの。もう見守ってるだけで十分だよ。アルベドもグアドに苦しめられた。グアドはあらゆる混乱の元凶だ。アルベド族は別になんか復讐とかなかったよね。それはアルベドが戦士ではないから。ああそうだな、確かに。うん、難しいな。長老は軟弱者でガリクも行動が遅い。これではグアドが逃げてしまう。まあ、キマリの悪口言うのか。慎重に考えてるんだよ。ちょっと確かにこれなんか結構なんかガツガツ言ったり。若きロンゾは力を蓄え、憎きグアドを打ち滅ぼす。ほう。殺められた我が一族の仇を取ると御山に誓った。でもこれ戦争不可避な感じする。でもな、仇取ったとしてもな、それまたさ、グアドの人たちがロンゾを憎むだけじゃないの。そんなことは分かっている。だが誰がグアドを裁くのか。そうだけどさ、グアドを滅ぼさなければロンゾに未来はない。ロンゾの未来って何なのさ。あー、負けちゃうからね。めっちゃ歩き回るな。 OK、 ちょっとキマリ頑張って。長老の務めは本山の氷雪よりもキマリを鍛えるだろう。結構前向きだなお前。よし、じゃあキマリの、あ、すごい、これいけるんだ。じゃあちょっと行きましょう。いやー、キマリいい男になったな。神聖な御山へ勝手に入り込む者が増えた。スビアハンターは何を考えているの。まあ、大事にしてほしいよね。霊峰ガガゼトはロンゾの命、御山を汚すことはロンゾを汚すこと。怪我すかな、しかも。ちょっとじゃあ見に行きましょう。他ならぬキマリの、こんにちは。やばいやつ。間違ったね、うん、間違ったな。ちょっと黒魔術師にしたかったユンあのリュックを。間違った、青魔導士にしちゃった。青魔導士いまいちまだちょっとよくわかんないんだよね。ただの鉄砲じゃないんだよね。
踏み破ってみる。ユーナにはダンス踊ってもらおうかな。ナイラ、何種類もの魔物が入り混じっているので様々な技を使えそう。しかしまだ完全な状態ではないらしく、雷の魔法しか使えない。あ、そうなんだ、雷しか使えないんだ。ユーナ、行きます。結局戦いしかない。あ、そっか、これ効かないんだっけ。焦ったな。クロマ同士である理由がないもんな。あ、でも倒れたね。クロマ同士じゃない、青魔同士。まあまあ戦え、全然ブリザード打ってくるけど。あ、倒した。なるほど、経験値というか戦ってたら手に入るのかな。この先か。もしかしてこれ登るの？ロンゾが近寄らないわけだ。あ、すごい。ミッションスタート。戦闘服を手に入れた。あ、戦闘服あったんか。よいしょ、頑張れ。ぷい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 登れないからね。あ、こっちか。どうやってんのかな。すごいとこ行ってるよ。なんかこれ見たことあるような気がする。気のせいか。アモメ団、よろしく。よろしく。なんかよくわからんけど倒れたわ。いる？早いな、あの女の人。あ、いた。あ、なんで飛んだ。待って、お姉さん。嘘、地面から足ついてないのに。回復量とかも関係してくんのかな、白魔同士とかと。